こんばんぽっぷ、ばんぽっぷです。お久しぶりです。皆様はどうお過ごしでしょうか。今年も2021年の夏がやってきました。まだ小学校では猛暑の中マスクをし、新常識が常態化し、常識となっていますが、この親どもは未だ何も調べず、子供の健康より自分の社会的地位を守り、変人と思われたくないと保身の方が上のようです。愚かとしか言いようがないですが、私の子供ではないのでどうにもできません。戦う親がそこかしこには存在します。頑張ってください。私が今回言いたいことは先に述べておきます。また長くなりそうですから。戦うな、逃げろ、時間切れだ、我々には自由意志など存在しない。恐怖で動いて対処療法しかしていないのに、予防できていると勘違いし、前線できていると誤解し、時間切れとなりました。恐怖を扇動してショックドクトリンを行う団体は政府だけではありません。宗教団体も市民団体も同じです。この市民団体はくせ者です。誰がスポンサーなのか分かっていない人が熱心に活動しています。情熱を利用するのは常套手段です。背後に誰がいますか？本当に市民ですか？これを証明するのも魔女の証明です。会計を明らかにしている組織がどれほどいますか？市民からの募金を活動費に充てているのでしょうけど、市民って誰ですか？トランプの選挙の時に幸福実現党と統一教会の旗を掲げて行進していました。記事を読んでください。一応断っておきますが、宗教の数字の力は用いてでも社会が良くなるならば私は構いません。しかし使っても変わらなかった現実を認識する必要があります。変えないという流れの方が強いという現実です。なぜ変えられないのか。変えたくないからです。なんか小泉進次郎みたいな言い方ですが、プロレスだって言ってるんですよ。すべてが茶番の分断のこの後に及んでもビジネスです。私は今でもトランプ戦は陰謀まみれのクソだったと認識しています。あそこまで泥を見せて泥に負けるクソプロレスを見せられ、見事に米国は分断されました。怒りと正義を利用するのは常套手段です。だからあなたたちは利用されているし目覚めてはいないと言っているのですが、これは闘争によっている人は認められないでしょう。革命は自己陶酔です。皆が正義に酔うのです。集団が正義によって何をするか、どちらのポジションも到達点は変わらず逆殺です。優れた種優勢学です。優れた種が生き残り他は淘汰されます。二元論、弁証法、両立ては結末は同じだけど、勝ったポジションが正義を成したと歴史に書かれます。貴族、王族はカジノが大好きです。彼らは守られすぎて性に実感がないので、賭け事でスリルを味わう。そのために大金をかけます。それがたしなみというやつですが、だから国家運営に競馬があり天皇杯もあるでしょうに。賭け事も文化ですけども、王族は負けてもどうとでもなるくだらないゲームです。言葉を汲み取れる人は全て説明しなくてもこの話をできると思いますが、世界は賭場です。誰かが世界をどう作り変えるか、どちらが勝つのか負けるのかをかけています。世界はくだらないゲームで成り立っています。相場というくだらないゲームですが世界を支配しています。暗号通貨ですが、アルトコインとビットコインの相場を比較してみましょう。どうですか？
桁は違いますが、相場の動きはリアルタイムでほとんど同じ動きをします。これは明らかに統一された何かに操作されています。これは偶然投資家が主導で売り買いをしてこうなるわけがありません。機関投資家、つまり相場を動かせるほどの通貨を持っている人たちは、なぜか同じ場所で売り買いを同時に行います。個人投資家は相場なんて動かせませんよ。1秒もかけずに何十億とスッと動かせるような人たちです。それが全て同じタイミングで売り買いをしているから、同じ相場の動きをします。これはある統一のアルゴリズムで動く AI を彼らは使っているからです。彼らは絶対に損をしない仕組みです。暗号通貨の相場を見たときに、すぐに誰かの意思を感じたから私はやっているんです。この説明は今はしません。一ゲーマーの視点として、シムシティという有名なゲームがありますね。このジャンルには今ではたくさんの名作ゲームがありますが、NPC がせこせこと動き回って国家や街を作り、建築に勤しむ姿を見て、かわいいのうと、神の視点で街や国家を運営して観察するゲームです。世界はまさにこのゲームのように作られています。為政者は選挙で選ばれるのか、革命家なのか知りませんが、彼らが用意している役者です。その証拠は各地の国家形成時に記録が残っています。中国共産党を誰が作ったのでしょう。毛沢東はどこで共産主義を学んで誰が教えたのでしょう。習ったマルクス主義というやつですけども、神はいないと謳ったこの主義は実は悪魔主義であると分かっています。知っていますか？文革の大虐殺は以前軽く年表に書きましたけど、中国はモルモットでしかありません。それは日本も変わらずですよ。明治維新、革命後に西洋化していき、着物や文化をあっさり捨てていきます。そして敗戦後の日本の政治でも明らかになっていることもあります。ここに貼るのはウィキペディア自民党の項目です。こうあるように自民党、右、民社党、左は両立て政党は CIA が支援して作られました。うち民社党はその後に分裂して社会党になっていきました。また分裂して現在分裂、乱立している左翼政党の元になった政党です。ちなみに日本共産党はもっと古くからあります。彼は同じ左翼ではありますが、共産主義の実現を目的として存在する政党であって、民社党は共産主義政党ではありません。この共産主義を阻むために右と左に分けてプロレスをさせたんです。なぜ日本で共産党がずっと存在し続けるのかという疑問も合わせて大人として持たないといけませんね。私の解釈では、実は日本人は共産主義に未だに幻を抱いて憧れているからなのと、こちらが本命ですけども、世界はニューワールドオーダー、新世界秩序として新共産主義に向かっています。この新共産主義の雛形となった旧共産主義という、世界レベルの社会実験はずっと B 案としてシナリオをキープしていただけです。簡単に説明するために二元論や完全懲悪、両立て、弁証法という表現をしていきますが、実際は両立てどころじゃなく無数のシナリオを同時に走らせ、どっちが勝つか複雑なルーレットを回しています。コロコロとどの穴に入るか、玉がいくつあるのかは私には分かりません。私が言う支配者という組織は一部でディープステイトと呼ばれてますが、私の解釈は少し違います。彼らは人間の王です。人間の神という位置にいる何者かです。私は思考実験で言っているので実証も証拠もありませんよ。
この画像に出てくる丸々家の話が得意なわけではありません。この画像は神聖ローマ帝国の傘下に入る家系たちです。ここの歴史に詳しいわけではないので説明はうまくできません。あしからず、私が伝えたいのはこの象徴である総統和紙という形です。これは世界中の支配者の多くが引用しています。ナチス、日本、米国、いろんな国でこのシルエットが登場します。この総統和紙の歴史を少し掘り下げます。私が知る中で最初は紀元前3000年以前、シュメール文明から登場します。この象徴的なデザインは5000年使われています。なぜだろう。私は生配信時によく言う宗教は一つだったという話。シュメール文明は紀元前3000年頃、そこからエジプト神話紀元前1300年頃、ユダヤ教紀元前1200年頃、ギリシャ神話紀元前800年頃、日本神話神武天皇即位紀元前660年、ゾロアスター教紀元前600年、仏教紀元前560年頃、ヒンドゥー教紀元前500年から400年、キリスト教およそ2000年前。一応本当か知りませんが、キリストが生まれた年が西暦の始まりですからね。キリスト教は西暦1050年頃に東方教会と西方教会に分離、東方教会が今あるロシア正教となるようです。西方教会はこの後1500年代にマルティン・ルターの改革でカトリックとプロテスタントに分かれます。ルターはプロテスタントです。軽く説明すると、カトリックは金ピカのゴージャス、偶像付き、階級社会です。司祭がおり、クソ腐敗組織なんで、ルターはそんなの間違っていると怒ってプロテスタントを作ります。プロテスタントは階級なし、地味で牧師という形を取りました。偶像崇拝を禁止しています。日本に馴染みがあるザビエルはイエズス会カトリックです。ちなみに CIA はイエズス会を広めたり支配するための工作機関と言われています。その後イスラム教西暦610年から650年頃、北欧神話1300年代。大まかな流れですが、全部横につながるわけではなく伝達していき、宗教は土着信仰と混ざっていきます。必ず戦争など敵国を吸収した時にその土地の神を取り入れ、神話が増えていきます。よくあることです。なぜ宗教が元は一つなのかという話は、神話の類似性が多くあるのです。長いので参考動画を見れば意味がわかると思います。いつも本質を見ないとダメだと私は言いますが、この話の本質は誰が神、神話を作り、宗教を広げ、利用してきたのかということです。神話とは善人であることの大事さをストーリーを通して説きます。基本的な道徳などを教えてくれる教科書でもあります。しかしそれだけではありません。神話には多くの暗号が秘められています。普通の人には解けません。これを解読できる組織が存在するからです。簡単に言えば異色のような特殊技能を引き継いでいる人たちです。星読みができ、星と星の距離や黄金律、様々な幾何学や数学を利用している人たちです。その一人、現在はラガルト IMF 専務理事がいます。彼女はこういうことを言いました。7がどんな数字であるのか、今あなたの数秘術の知識をテストしようと思います。多くの人は7は
素晴らしい数字であることを知っているでしょう。2014は0から先を除けば14です。7の2倍ですね。今年はブレトンウッズ協定から70周年を迎えます。これも0を落とせば7になります。また今年はベルリンの壁崩壊から25年になります。2ソックス5で7になります。そしてまた今年は世界金融危機から7年目でもあります。この哀れな7年間を経て世界経済は弱く脆くなりました。しかし今年は7が揃った力強い年なのです。2014年は転機となる年になるでしょう。望む楽は多くの点でマジックイヤーになることを期待しています。こういうことを言いました。これはゲマトリア数秘術と呼ばれるものかもしれません。私は数秘術に詳しくないのであしからず。彼女は初めての女性専務理事という快挙を成し遂げ、現欧州中央銀行総裁も兼任する表舞台のトップかもしれない人物です。でも日本人の多くは IMF も欧州中央銀行も意識の外側で、外国の偉い人なのかなというぼんやりなので、記事にも目は通さないでしょうし、それよりもコロナコロナなのですよ。彼女が MMT を欧州で実践してイケイケに経済を復活させていますが、日本人は誰も知らないのです。インフレ率が 2% を達成するけど多少オーバーしても許容しようねと議論されています。では日本はインフレ率何パーセントでしょうか。はい、なんと驚異の 0.14%。 まだ途中なので推計ですが、これが多くの経済自殺を生んでいる要因です。コロナコロナと騒いで消費税ゼロもうやむやにされ、譲歩して 10% とか 5% にしようという政治家に騙され、消費税廃止を目標にした自民党議員は次回出馬しません。その間に太陽光発電の闇を見過ごして土砂崩れが起きてから、なんだってってなる間抜け。アンテナの感度がコロナに向きすぎて何も解決できずに、丘で時間切れで殺されている始末です。何十年も前から問題だったウイグルも何も知らなくて、トランプが言い出したらなんだってけしからん共産党名、それで憲法改正ですよね。間違いなくアホなんです。白地に危機管理なんて絶対できないし、対処療法の後手後手で手一杯で結局何も解決できないんです。自分は目覚めてなんかいないと知りなさい。まずそこからです。アフリカの木が食糧危機でどれほど死ぬか、死んでいるのか。日本人たちはたちの悪い白痴化をしています。目覚めたと勘違いしていますが、まだ白痴です。これは結局は大衆の怠慢です。目覚めたとして自己陶酔し、調査のアンテナを狭めています。光だの闇だの DS だのコロナだの銀河連邦などアセンションだのどうでもいいから、まず緊急小口資金を広めて受給できるように声かけていきましょう。明日食べるものがなくなるかもしれない人も見ないといけないんですよ。全部コロナだ政府が悪いんだに執着するんじゃなく、だからそれを政治利用されているんですよ。それを誰が仕組んでいるんでしょうな。誰が勝った時に誰かを利用し屍を踏み越えていくグリフィスなんでしょうな。以前に地獄が来るぞと言いましたが、もう半年前になるかと思います。地獄が見えていますか。本当の危機は食料危機、天変地異です。このコロナはただの調味料です。調味料でさえ我々は戻すことはできません。ワクチンパスポートが目前に迫り、移動制限が始まります。東京から逃げなさい。
富士山の噴火シミュレートが始まりました。電通とファスナーが東京から撤退し縮小していきます。以前から日本を物理的に分断する思想は表に出されています。日本沈没、新海誠の作品たち、君の名は、天気の子、様々ありますが、すべて予測プログラミングですね。最近 8.11 説を発言している方です。この方の言っていることを丸々信用しているわけではありませんよ。東京の破壊は元からあるシナリオですよと言いたいのです。それが大阪維新の会の存在価値かもしれません。大阪都構想は私は天皇を大阪に置くという思想だと個人的にずっと思っています。その中、淡路島に来ましたよね。淡路島は国生みの神話で最初に生まれた島です。さあ、ここに来て日本の神話を利用しているのが悪名高いパソナです。パソナは大阪維新の会とかなり強いコネクションを持っていますね。何をしたいのか分かってきませんか？では、ご視聴ありがとうございました。Ausgelassen und Gelassenen, meine deutschen Arbeiter, ich bin aus euch selbst herausgewachsen, bin einst selbst unter euch gestanden, bin in 4,5 Jahren Krieg wieder mitten unter euch gewesen und habe mich dann durch Fleiß, durch Lernen und ich kann sagen durch Hungern langsam hervorgearbeitet. In meinem innersten Wesen bin ich immer das geblieben.Nicht die intellektuellen Schichten haben mir den Mut gegeben, dieses gigantische Werk zu beginnen. Sondern das kann ich sagen, den Mut habe ich nur gefasst, weil ich zwei Schichten kannte, den Bauer und den deutschen Arbeiter. Die kann ich. Vielleicht wird manch unter Ihnen sein, der es mir nicht verzeihen kann, dass ich die marxistischen Parteien vernichtete. Aber mein Freund...Ich hab die anderen genauso vernichtet! Sie sind meine Freunde! Der Völkerstreit oder Hass untereinander, er wird gepflegt von ganz bestimmten Interessenten. Es ist eine kleine, wurzellose, internationale Clique, die die Völker gegeneinander hetzt, die nicht will, dass sie zur Ruhe kommen.Es sind das die Menschen, die überall und nirgends zu Hause sind, die nirgends einen Boden haben, auf dem sie gewachsen sind, sondern die heute in Berlin leben, morgen genauso gut in Brüssel sein können, übermorgen in Paris oder wieder in Prag oder in Wien oder in London und die sich überall zu Hause fühlen. Es sind die Einzigen, die wirklich...als internationale Elemente anzusprechen sind, weil sie überall ihre Geschäfte betätigen können. Aber das Volk kann ihnen ja nicht nachfolgen. Das Volk ist ja gekettet an seinen Boden, ist ja gekettet an seine Heimat, ist ja gebunden an die Lebensmöglichkeiten seines Staates, der Nation,